こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は翻訳でね、このホリデーセリング、ホリデーシーズンの、えー、おもちゃとゲームの販売についてというメールが来てます。まあ、来てない人もいるかもしれないですけど、まあ、ほとんどの人に来てると思います。で、まあ、この中を読んでるとね、フルフメントバイアマゾン、FBA 使ってる人はね、この規制の対象じゃありませんってなってるんで、 あんま気にしなくてもいいんですけど、まあ、せっかく質問いただいたんでね、えー、普段、私がこういうのを Amazon が望んでるというのがね、えー、どういうところからまあ見つけてきてるかって言ったら、例えばこのホリデーシーズンの要件の中に、まあ、Amazon が望ましい売り手、そして望ましくない売り手のヒントが入ってます。自己発想で売る人については、この規制をクリアしないとホリデーシーズン、ね、おもちゃとゲームは売れませんと。 要は、ホリデーシーズン、なんでおもちゃとゲームを規制するかってうとたら、おもちゃとゲーム、ホリデーシーズン、たくさん売れるから規制してるんですけど、たくさん売れるものを売る出品者は、きちんとした出品者じゃないと、まずいと。そりゃそうですよね。それで、アマゾンが規制をかけてます。まず、ホリデーシーズンは、11月1日からスタートというふうにアマゾンは認識してますけど、最初の販売が2019年9月1日より前じゃなきゃいけない。ってことは、2ヶ月は、 もうやっぱり様子見であんまりね、何やらかすかわかんないから、売ってほしくないというふうにアマゾン考えてる。まあ当たり前ですよね。すでに実績があってトラブルを起こしてない出品者が一番安心なわけでね、これから始める出品者、あるいは過去にトラブルのあった出品者には売ってほしくない。売ってほしくないのはわかるけど、じゃあ具体的にどういう数字をクリアしなきゃいけないか。まあこれアマゾンがねえ、せっかくヒントを出してくれてて、まあ 参考にできるんでこれなんかは非常に参考にしてますそれから10月14日にね資格を決定する前8月1 0日の2ヶ月間で少なくとも 10, 10商品以上売っててくださいとこれはやったりやんなかったりっていう出品者は望ましくないと常にビジネスとして取り組んでいて売り続けてる出品者が望ましいとそれはそうですよね 休んでて、急にやり出したってことはアカウントの売買をされたかもしれませんし、あるいはね、えー、ビジネスじゃなくて、なんか暇つぶしとか遊びでやってんかもしれない。そういう出品者はいつ、どんな変なものを売ったりやめたりするかわかんないんで、アマゾンとしては歓迎してないということがわかります。それから注文キャンセル率。これは1.75%以下で中くいけませんと。 まあ、そうですよね。せっかく売れたのに、それキャンセルっていうのはね、よくないことなんで、それは1.75%以下にしろと。それから、出荷遅延率、発送が遅れな4%以下でなければいけない。これもそうですね。4%もいいのと。25件に1件遅れていいのという気がするんですけどね、やっぱ発送遅延についてはね、海外ってそんな厳しくないんで、まあ、そんなもんでしょうね。ただ、ね、これ発送遅延するのはいいんですけど、届かないとかね、 いうことは良くない。注文の不良率は1%以下でなければいけません。これね、はっきり言って、海外に100件送って1件、ね、事故が起きるってのは当たり前なんで、あるいは、ね、壊れた状態で届いて返品されるってのは当たり前なんで、これね、クリアは無理です。あの自己発送でやってたらこれはクリアすることが不可能。まあ、だからこそ、自己発送はやるだけ無駄と、やめときましょうという指導をしてるんですけど、 まあ不良率1%以下でなければいけないというのが基準です。まあ、こんな基準を守っているね、売り主、アマゾンは望ましいと思っているというのがね、この設定している数値から読み取れるんで、まあ、そんなのを参考にカートの取り方とかね、商品選びなんかで、まあ、要はこの不良率上がるようなね、なんか使い方が分かんないような商品とか、間違えて使えられる可能性がある商品なんていうのは、この返品、 ね、えー、率を上げる原因になりますって、そういうのは扱わない方がいいとかいう指導は、まあ、こういう数字、あと,あとはねガイドラインを読んでったり、掲示板を読んでって出てくる数字か様子なんかで決めてますけど、一番目に見える形で分かりやすいのは、このホリデーシーズンの資格なんでね、えー、まあ、これは直接、ねうちの会社はみんな FBA な直接は関係ないですけど、まあ、カート取得率とか、アマゾンが望ましいと思ってる、えー、出品者を、ね、えー わかるためのヒントになりますんで、解説しました。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。